はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ごきげんようです。植草陽です。今日も始まりました陽チャンネル。こちらの番組は世田谷にあります、世田谷タバコセンター天野屋さんからお借りした素敵なパイプを皆様にご紹介する番組です。パイプに興味がある方、そうでない方もぜひ、少しの間、お付き合いください。よろしくお願いいたします。まああれですよね、最近のトレンドとしてタイパという言葉があるようで、タイムパフォーマンスっていうのが、長い動画ではなく短い動画でちゃちゃっと情報を仕入れるというのがトレンドだということなので、私も動画もできるだけちゃちゃっと、重要なことだけをお話ししてですね、あとは皆さんのご判断にお任せするというようなスタイルがまあよろしいのではないかなとは思っておりますが、まあなかなかね、一回喋り出すと止まらなくなってしまうので、その辺はご容赦ください。お願いいたします。まあね、正直申し上げてですね、パイプを選ぶとき、私ごときのですね、ああでもないこうでもないといううんちくだとか解説だとかって、じゃあ果たして役に立ってるのかなと思うときはあります。お店さん行って、例えば天野さん行って、やっぱり実物を見てビビッときたものがご自分にとっていいものだと思うんですよ。でそういうものを手に入れるっていうのが幸せであって、うんちくによって固められたその理論でですね、パイプを選ぶべきなのかなとは思ったりはしますよ。これは確かに思います。ただまあなんだろうな、私が好きだからやってるんだけどね。はい。で、今日の一本なんですけども、前回ピーターソンダブルで、2本お借りしてきちゃったので、今回なんか他のものということで、そしたらですね、天野屋さん家のママが以前ね、ママもね、深代さん家、群馬の深代さん家に行ったことがあるんですって。それで、あそこどうだった、ここどうだった、なんていうお話を少しさせていただいたんですけども、ということでですね、今日お借りしてきたのがこちらの一本になります。ぴょん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 。ぴょん。はい。皆さん見たことあるでしょうかね。私はもちろん存じ上げてますけれども、これね、深代さん家のつとむパイプなんですよ。深代つとむさんっていう方ですね。あつおさんのお父様に当たるのかな。そうだね、多分ね。が、ハンドメイドラインっていうのを作っていて、それがつとむパイプというラインなんですね。ですから、深代さん家の定番のではなくて、で一からいわゆるハンドメイドで作り上げたこのラインを、このラインってこのシェイプのことじゃなくてね、そのブランドラインね、ブランドラインをつとむパイプというふうに名付けていらっしゃいます。はい。これね、私ね、つとむパイプね、たまに展示会で見るくらいで、店頭ではあまり見たことがないかもしれないな。すごい貴重な一本だと思いますね。しかもね、これ優しいしね、さすが深代さん、まあメイドインジャパンだけあってね、作りがね、なんて言うんだろうな、誠実というかね、しっかりしてる。あとでまあゆっくり見ていただきますけれども、なんだろう、やっぱりね、チャラくないんだよねこう言ったら海外のものがチャラいみたいだけど、なんだろうな、やっぱり質実剛健さがあって、その中にもラインがやっぱり綺麗で、でこう壊れないようにできてるよね。それはある。もう一つの浅草の柘植さん、柘植さんの福田さんが、福田さんだけじゃないね、今は菊池さんもそうですけど、ハンドメイドラインのいけばなっていうラインがあるんですね。柘植さんちはハンドメイドラインのブランド名はいけばなっていうわけで、深代さんちはハンドメイドラインをつとむパイプっていうわけだから、このラインは、やはりお値段もそこそこするし、材料もいいものを使ってるし、作家さんというか職人さんというか、が、しっかり自分でデザインとその材料の兼ね合いを考えて作っていくものなので、もちろん、唯一無二のものです。
まあ全て唯一無二のものといえばそうなんだけれども、デザイン屋なんかも唯一無二のもの、であるがゆえに、こうやっぱり作家さんたちは故障というのはすごく気になさるんだと思うんですよね。うん、なのでそういったところがね、やっぱりしっかり考えられて作ってありますと私は思います。はい、それでは深代さんちのツトムパイプご覧いただきます。まずね、全体シェイプを見ていただきますね。いわゆるあのダニッシュシェイプって言って、フリーのハンドメイドの方がよくやるあのクラシックではなくって、ダニッシュシェイプって言って自由な形で作るよっていう、そういうシェイプではあります。全体的にはだよ。ただですね、細かいところを見るとね、このエッジ使いがむちゃくちゃ面白かった。こう見るとわかるのかな、こうセンターで入ってくるでしょ。それでこのエッジがですね、こういう風にボールトップを走ってこっちに、逃げてくるわけですよね。なのでこのエッジに沿ってボールトップがこっち、いわゆる皆さんで見る、私もそうだけど、下側の部分だけボールトップが 2.5 ミリぐらいかな、こう存在するわけですよ。わかります？こう走ってきてこういう風に流れているのね。こういう風にこう光当ててみるとエッジがどこに走ってるかっていうのがよくわかると思うんですけども、こうなってるわけよね。だけれどもこっちを見ると普通のほら卵型だから、このボールトップがこれほどあのフラットになってないわけ。もうそのまんまこう日皿に入ってるわけだから、ほらこういう形なんですよ。でしかもそれがこのエッジに沿ってそういうデザインがしてある、エッジに沿ってその形になってるっていうのがすごく面白い。そしてですね、マウスピースもすごく綺麗なんですけれども、このマウスピースはこっちはスパンとこっちにまっすぐ直線、両方直線なんだけど、この角度で来てます。ただこっちの角度はこう来てます。わかります？こう来てるんです。だからこっちの長さの方がやや短いんだよね。こうやって光を当てるとほらパイプの形が浮き上がりますね。これは計算？計算されてやった？いや違うよね、これたまたまだよね。ほら、はい、深代さんちのツトムパイプの1本いかがでしたでしょうか。ね、やっぱりエッジ使いや何かっていうのもね、独特なものもありますし、エッジの解釈とかもやっぱりね、作家さん職人さんによって違うんだなーっていうのはね、つくづく思いますね。やっぱこれだけ肉厚に作ってあるからね、十分耐火性もしっかりしてるし、何せねラインがね、もうこれ口では言い表せないんだけどさ、このシェイプっていうかこの型取りっていうかさ、なんだろうな、こうほっとするのももちろんあるんだけど、やっぱりね面白い。こういうのってね、やっぱり何本も見てないと分かんないのかもしれないけど、同じやっぱりメイドインジャパンの柘植さんの生け花と深代さんのツトムパイプってね違うのよ。あの同じあのメイドインジャパンのハンドメイドでも方向性が違うっていうかね、芸術性が違うっていうかね、解釈が違うっていうかね、見るとあれこれは生け花じゃないなって思うし、あこれはどこの、あツトムさんね、なるほどねみたいな、そういうのっていうのがねだんだん分かってくるのが私は楽しいあのトムエルタンとかはさ、もう見ただけで分かる特徴的なものがあったりするんですよ。だけどやっぱりメイドインジャパンってこうどっちかというとなんだろうな、まあ言葉悪く言えばちょっとやっぱりやぼったいのよね。それがなぜかはわからないけれども、こうシュッとした感じよりは
いわゆるパイプというものが道具であって、その道具を極めるとこういうところを気をつけなきゃいけないんだよっていうのが、やっぱりね、メイドインジャパンはあるのよ。そういうところが、こう、なんて言うんだろうな、そういうところの表現の仕方を、つげさんとやっぱ深城さんは違う。うん。それはつくづく感じます。ぜひぜひ、機会があったらね、見比べてみると面白いと思います。後藤圭一さんっていう日本の作家さんがいるんですけれども、後藤さんもね、やっぱ質実剛健なところがあるんだよね。かといってね、後藤さんのパイプはね、かっこいいのよ。この辺がね、やっぱね、日本人だからとかデンマーク人だからとかってね、あんまり分けたくないんだけどね。後藤さんみたいな作家さんがいるってすごいなって私は思ったりします。また佐藤澄夫さんも佐藤澄夫さんでまたちょっと別のラインだしね。一人一人やっぱりね、面白い、哲学が面白い。見比べてると、見比べるとその人の哲学っていうのがこのやっぱり作品にね、これは何でも美術品でも何でもそうだと思うんだけれども、現れてくるのが本当に私は面白いと思います。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。